昨日雨が降りしきる中、必死にラグビーボールを追いかけていたのは倉吉東高校のフィフティーン。今月27日から始まる全国高校ラグビーフットボール大会に向け、戦術面の確認などを入念に行っていました。チームを率いるのは倉吉東高校 OB で、自身も花園の出場経験がある岩野隆二監督です。グラウンドではもう多分僕らの声届かないんで、自分たちで考えて、基本的にチームの練習メニューとかも、私と相談しながらですけど、選手が主体的にやって決めてるみたいな。選手の主体性を大切にする指導方針のもと、5年ぶりに花園への切符を手にした倉吉東高校。しかし、鳥取県の代表校を決める県予選は異例の経緯をたどりました。今年の県予選には倉吉東のほか、倉吉総合産業、米子工業がエントリー。1回戦で倉吉総合産業と米子工業が当たり、勝者が決勝で待つ倉吉東と激突する予定でしたが、両校とも15人のメンバーを揃えられず、12人制の参考試合に変更。この時点で19人の部員が所属する倉吉東の花園出場が決定しました。こうした中、県高体連などは試合を経験してもらって倉吉東を花園の舞台へと送り出したいと、壮行試合の意味も込めて倉吉東対倉吉総産米子工業の合同チームで決勝を行うことに。ただここでも思わぬ事態が発生。1回戦で怪我人が出たことから、倉吉総産米子工業は合同チームを組むことができず、決勝も中止となってしまったのです。何年かずっとこう他の部活をね、辞めた子どもたちを誘いながら、県の予選会をやってきたんですけど、ついに来る時が来たかなという。ラグビー競技に限らず他の競技もそうなんでしょうけど、やはり団体競技はなかなか厳しい時代になってきてるなというところですね。鳥取県のラグビー関係者も不安視する若者のスポーツ離れ。スポーツ庁が2019年に行った調査では、運動部で活動する生徒数は2048年度までにピーク時からおよそ 30% 減少。チームスポーツでは半減以上となる競技も存在すると報告されています。少子高齢化も進み、ラグビー界そしてスポーツ界が変化していく中、ひたむきに努力を重ねてきた選手たち。練習で彼らに胸を貸す地元クラブチームの中には、倉吉東高校ラグビー部の OB の姿も。人数が少ないのは知ってたんですけど、そこまでなってるんかって思いましたけど、母校が出てくれるのは嬉しいですね。こうやって人数がいっぱいいてちゃんと続いてるのは嬉しいですね。悔いが残らないようにもう最後まで走り切って、ぜひぜひ一勝を挙げてほしいなと思ってます。予選で1試合も戦うことなく、憧れの舞台花園に臨む倉吉東高校の選手たち。それでもこの1年間チームで掲げてきた目標に向け、歩みを止めることはありません。花園に出場ってことが決まったときは、正直めちゃめちゃ嬉しかったですけど、そもそも僕たちの今年の目標が花園で1勝するってことだったので、どんな形であってもやっぱり花園1勝っていうこのゴールは変わらないので、その地域の人にも支えてもらって、まずは1勝できるようにもう誇りを持って戦いたいなと思っています。悲願の1勝に向け調子を上げてきている倉吉東フィフティーン。初戦は今月27日、1回戦で宮崎県代表の高鍋高校と激突します。